2EX って何？27V 最終型 2EX。エリカンジョグ最強のエンジンパワー 5.3PS を 7000RPM で発揮。通常の 27V と変更点があまりに多いので次期モデル 2JA の過渡期とも言える。以下公式アナウンスより、1986年、昭和61年、4月、エンジン性能の向上を図るために、燃焼室形状、圧縮比、シリンダー、リードバルブ、マフラーの見直しを行い、最高出力 5.3PS 7000RPM、最大トルク 0.57kg 6000RPM を実現しました。また、電気式オートチョーク付きキャブレターと相まって、確実で容易な始動、安定した持続性、優れた発進性を発揮します。燃焼室形状、燃焼効率を高めるために、円錐型燃焼室、ピストン頭部を変更しました。シリンダー、リードバルブ、低中速のパワーアップ、トルクアップを図るために、シリンダーの吸気通路、リードバルブを変更しました。変速機、エンジン性能の向上に伴い、変速機費を2460、0.950 から2200、0.860 にして、走行フィーリングの改善を図りました。変速機、第一変速機の歯車形式を、ヒラ歯車から蓮羽歯車に変更してギア騒音の低減を図りました。一次変速機、3700から3500、二次変速機、3000から3454、エアークリーナー。十分なエアークリーナー容量は、そのままで吸気ダクト形状を変更して、吸気抵抗の低減を図りました。マフラー。マフラーは多段膨張反転式構造で、2.5 リットルから 2.9 リットルに容量アップを行い排気効率を高めました。また、マフラーの内壁にグラスウールを内張りするとともに多層金網を使用して排気騒音の低減を図りました。以上が 27V 最終型。コードネーム EX の改良点概要です。シリンダー、ピストン、マフラーと見えない部分は全面的改良され最高出力 5.3 馬力で、初代の優秀の美を飾っているモデルです。オープン。まさかこかしたんじゃねえよな。プロジェクト、玉光、2019、梅雨。次回詳細、機動走行編をノーカットでお送りする予定でいます。ちなみにこの 2EX はうつ主のコレクションなので、売り物ではありません。